マーツレッドは藤沢文王原作の舞台作品。2013年初演、2015年に再演となった音楽朗読劇である。2019年よりカラカラ煙による漫画が月刊コミックガーデンにて連載開始となったほか、2020年にはアニメ史上初となる朗読劇からアニメ化が発表されるなどメディアミックス展開されている。略称はマズレ。 アニメ版の音楽は、朗読劇の音楽監督である村中俊之が引き続き担当し、音響監督は、原作、脚本、演出の藤沢自ら担当する。近代化が進み、大正をロマンタだ中にある日本の帝都、東京。華やぐ帝都の裏では、何らかの出来事で、普通の人間として生きられない、ヴァンパイアになってしまった者たちが隠れて生活していた。 致命的な問題を抱え持ちながら、同時に強靭な力も持つ彼らに、政府は注目。後天的に、ヴァンパイアとなった軍属の男性4人に着目し、少数で多大な成果を出すことを目的とした、陸軍、金剛鉄兵計画が動き出す。表向きは、殉職扱いとなった4人は、発足した第16特務隊、通称、霊機関の実働部隊員となる中、 弱点となる苦手な太陽光、強い匂いなどの欠点を、対象時代の技術力で補いながら、テーで起こる、怪事件に関する特殊任務に当たる。キャストは2013年公演、2015年公演、テレビアニメの順に記載。一人しかいない場合は全作品を通して共通。 月刊コミックガーデンにて2019年12月号より2021年8月号まで各月で連載された。原作、藤沢文沖な漫画、カラカラ煙。2021年4月から6月まで読売テレビ他にて放送された。読売テレビエンタープライズ設立50年記念プロジェクトの一環で制作された。本作では舞台の時間軸を 対象12年としている。2020年11月24日より、毎月第4火曜日に、ゼロ期間日本が YouTube で公開されている。前後は、ロックミュージカル、マーズレッド2021年6月24日から7月1日、天王図銀河劇場にて上演。当舞台は第にもある通り、生バンドによる演出や合奏も醍醐味の一つとなっている。 シナリオは原作をベースに、新単位、ナンバの計画で揺れ動く霊機関を中心とする、オリジナルとなっている。スマートフォン向けアドベンチャーゲームアプリ、マーズレッド枯れ肌れ時の死が、ディテクノから配信決定。ありがとうございます。